待たせしました。この後はある日あるときあるところ2人は何をしているか徹底追跡追っかけテレビ。まずは何のから。はい、ここは金沢なんですけど、夜はねコンサートをしに行ったんですけどね、あのお昼の今はちょっと時間が空いてるんで市内観光してみたいと思ってます。ここはあたしさ、ひらがなで兼六園って聞いたが、ひらがなでって普通にさ、ね、どういうところとか知らないで、いや漢字なんだけど、私もっと六ってさ、違う六だと思って、普通の六なのね、数字の。カネルに六。違うイメージだった。しっかり100円。